来たぞみんな、お出迎えだ。きらめくマラソルロックボン、猫の手手助けやってくる。どこからともなくやってくる。キュートにキャットにステンガー、ワイルドワイルドプッシーキャッツ。プッシーキャッツ、お久しぶりです。元気そうね、キティたち。あん時は守りきってやれず、すまなんだ。ほじくり返すんじゃねえ。うちらは大丈夫っすよ。ねえ、肉系おばあちゃん、肉系おばあちゃん。どうぞ、中へ。ああ、いいの、お構いなく。 B 組にも行かなあかんし。コウタ君、久しぶり。手紙、ありがとうね。宝物だよ。別に。緑江君、見てよ。え？自分で選んだんだよ。絶対赤だって。ああ、実機だ。お揃いだ。しかし、またなんで故に。復帰のご挨拶に来たのよ。復帰？それはおめでとうございます。ラグドール復帰したんですか？個性を奪われて活動見合わせだったんじゃ。戻ってないよ。ハチキは事務仕事で3人をサポートしていくの。オイルキャッツ。タルタロスから報告はいただくんだけどね。悪いとは思ってるんだ。本当さ、いい個性を見るとつい欲しくなる。僕の悪い癖だよ。返したいのは山々だが、個性を使わなきゃならない。それでもよければ、攻めにでも。どんな、どれだけの個性をうちに秘めているか、未だ追求している状況。現状、何もさせないことが奴を抑える唯一の方法らしくてね。では、なぜこのタイミングで復帰を？今度発表されるんだけど、ヒーロービルボードチャート JP 下半期、私たち411位だったんだ。ヒーロービルボードチャート JP、 事件解決数、社会貢献度、国民の支持率などを集計し、毎年2回発表される現役ヒーロー番付、すなわち上位に名を刻んだ者ほど人々に笑顔と平和をもたらしたヒーローなのだ。プッシーキャッツは前回32位でした。なるほど、急落したからか。ファイトッス。ダウニャン、全く活動してなかったにもかかわらず3桁ってどういうことってこと。お、支持率の項目が我々突出していた。待ってくれてる人たちがいる。立ち止まってなんかいられない。そういうことかよ。男だ、ワイルドワイルドプッシーキャッツ。うるせえ。そういえば下半期まだ発表されてなかったもんね。いろいろあったからだ。オールマイトのいないビルボードチャートか。どうなってるんだろう、楽しみだな。